お願いします。いやちょっと聞いてほしいんですけど、僕あのマナーが悪い人を見て見ぬふりができないですよね。お前こんなにマナー違反な体してるのに、贅肉とマナー違反っていうのは関係ないからさ。いや電車とか乗ってたらさ、マナーがなってない人っていっぱいいるじゃんか。あまあたくさんいるね。あのいびきかいて寝ちゃうような人ね。あやだ ね, ね。いやいっぱいいるね。多分さ、自分が書くいびきがうるさいっていう自覚がないからさ、あんなにいっぱいいびき書くんだろうけどさ、もう迷惑極まりだよ。朝の何お前のことだよ。俺そうだよ。しかもこの前寝言まで言ってたからね。寝言も、うん、来月の僕表紙ですか。いやそれは寝言だからしょうがないじゃん。しょうがない。俺そう本気で言ってる。いや寝言だから言っちゃうよ。それじゃあお前今言ってみろよ。いや別にいいよ。来月の僕が表紙ですか。恥ずかしいだろ。恥ずかしいな。これはしょうがなくない。しょうがなくない。いやでもさ、もっとマナー悪い人いるよ。まあまあいるね。あの大声で喋るような人もね。あやだね。もうさ、響きかく人よりいっぱいいますね。もう自分が出す声を自分で聞けてないから、あんなに大きい声で喋れるのかな。朝の朝の何お前のことだよ。また俺そうだよ。しかもこの前電車の中で何て言ったか覚えてないの。あれね、青い優と付き合いたいって言っちゃった。違うだろ、お前だったら青い優とエッチがしたいな。いや言わなくていいよ。それはエッチとか言わないでよ。お前隠すのがダメなんだよ。いやでももっとマナー悪いやつはいっぱいいる。まあまあいるでしょうね。あの追加を2つ買っちゃうようなやつとかね。俺のことね、それ、うん、いやでも聞いて、あのさ片手じゃ支えられないの、体を重すぎて。だから俺の体が悪いのかな、これは。他にもさ、他にも、うん、いやあの電車の中でバッグ食べちゃうやつとかさ、うん、俺のことですよね。いやだから聞いてって、あのさ、うん、欲するのマックの体が。でさ、あの手軽に買えたら食っちゃうよね。俺も悪いけどマックも悪くない。他にもさ、他にもね、病気ですって嘘ついてまして、ね、席譲ってもらおうとするやつとかさ、俺のことですよ ね。だから聞いてって、あのさ膝が持たないの、二駅しか。だからさ、もうさ席を増やして、 JR は席だから俺も悪いし、 JR も悪い、ね、他にもさ、ね、他にもね、大盛りの料理ケチつけるやつとかさ、電車関係ないけど俺のこと ね聞いて、あの人それぞれさ大盛りの基準であるわけじゃん。どの店もさ俺の大盛りの基準超えてこないの。店も悪くない、褒めるやつ。他にもね、東京の場の便座すぐ壊すやつとかさ、だから俺のこと ね。いやだから聞いてって、もうさ耐久性を強くしたらいいじゃん。とうとうは俺も悪いし、とうとうの耐久性も悪くないのさ。他にもね、マリオパーティーしちゃうやつとかさ、うちの親父ね、まあ、確かに実家帰ると深夜フッフッフッフってマリオの声聞こえるけど、親父に言って、それは親父にまだまだの話する。いや意地悪しないでよ、もういい。どうもありがとうございました。